はい、ケミストリベンズです。今日は、論文の権利の話をしたいなというふうに思っていて、まあ、何人かから、まあ、要望というか、まあ、やってほしいという話があったので、まあ、今日はこれをやっていきたいというふうに思います。目次はこんな感じで、まあ、ざっくりまずイントロとか、まあ、注意点とかそこら辺から話していきたいというふうに思います。まず論文紹介系 YouTuber、 僕としてはすごいいろんな人にやってほしいなっていうふうに思うんですけど、まあやっぱそうですね、読むのが大変っていうのもあるんですけど、なんかその論文の権利がどうなってるかっていうような話で、やっぱみんなよくわからんから、その手が出しづらいみたいな、そこら辺がちょっと結構しんどいって思ってるのかなっていうふうには個人的には感じていて、まあ特にその論文の権利がどうこうっていうのは、なんかやっぱその炎上しやすいっていうとあれですけど、なんかなんてそこら辺どうなってんのみたいな話にちょっとなりやすいなってところがあって、ちょっとやっぱ面倒だなっていうのは感じています。まあ、最近学会とかが、インターネット、ネット上でやるっていう風な流れがあって、まあ、その中でも結構なんか、まあ、定期的に話題になる、話かなっていう風には思います。で、まあ、その話で一個、まあ、エピソードして、面白いっていうか、まあ、話題になったのが、高藤雷さんっていう、まあ、今 VTuber でやられてる、方がいまして、まあ、この人が論文紹介の生放送のために、まあ、ネイチャーに許諾を申請したんですけど、その時になんか100万円以上請求されたって話があって、まあ、これが軽くバズって、まあ、伝承されてるというか、なんかまあ、例えば僕がなんか知り合いの人に、まあ、YouTube やるんですよって言ったら、あれなんか100万円以上かかるんじゃないのみたいな。まあ、かからないんですけど、まあ、100万円以上じゃかかるんじゃないのみたいな感じで、結構伝承されてるというか、まあ、まあ、その話だけ広がっているっていう風な感じで、まあ、当然全部が全部そうじゃなくて、まあ、安全なやつもあるし、まあ、100万円のやつもあるっていう風な話なんですけど、まあ、安全なやつもあるんだよみたいな話をしていきたいなっていう風に思います。で、まあ、この高藤さんは、高藤さんも論文の著作権についての動画を上げられているので、まあこれも参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ僕は最初ちょっとなんか権利まあよくわからないというか、まあ普通の人と同じぐらいの多分知識で始めて、まあでなんかじゃあ実際その権利どうなんだって話になった時に、まあいろいろその調べたりとか、まああとはその出版社にメールをすごいたくさんまあまあ。それなりの数を送ったりとか、まあそういう、こう、死に覚えって言うとあれですけど、まあ、いろいろと、トライアンドエラーを重ねて、まあこうやって活動してるわけですけど、まあその知見を、まあ共有できたらなっていうふうには思っていて、まあこう、ウェブ上の学術活動を、まあ自分でその論文紹介をうちで上げる人が増えたら嬉しいし、あとは、学会とかそういうのに、役立てられたらなっていうふうに思って、撮ってます。で、まあ注意点なんですけど、まあ僕はまあ、大学院生で、法律の専門家とかでは全然なくて、まあ、しかも、論文の著作権っていうのは、日本だけじゃなくて、アメリカとかヨーロッパとか、そういういろんな国の法律っていうのがすごく絡み合ってるというか、まあ、いろんな国の話をしなきゃいけなくて、ちょっとなんか正直、わからんっていうか、手に負えないところがあって、まあ、ただ、これは大丈夫みたいな。まあ、ここの範囲内だったら、まあ、99% 大丈夫だろうみたいなところは、あって、まあ、ここはちょっと微妙、なんかその場合によるかもしれないし、まあ、もしかしたら大丈夫かもしれないし、もしかしたら大丈夫じゃないしないっていうのは、僕は一応避けていて、ここは絶対大丈夫だよっていうのを示す試験っていうのを今回話そうと思います。なので、まあ自分でやるときは、まあその、絶対大丈夫って僕は思ってるんですけど、もしかしたら違うかもしれないので、まあ一応調べてほしいっていうのと、あと、僕が、まあ、一応避けてますっていうところも、実は大丈夫かもしれない。ので、まあそこはなんかこう他の人がそれやってるから、じゃああれはおかしいんだみたいなこと言うのもちょっとやめてほしいなっていうのがあります。まあまあ自分で調べるっていうのをやってほしいっていうのは僕としてはあります。まあそういう感じで本題入っていくんですけど、じゃあそもそも論文に著作権あるのか、どういう感じなのかという感じであるのかって話なんですけど、これはもうそもそもよくわからんっていうのが僕のいろいろ調べた結論で、まあ、著作権何なのかって日本の著作権法を見てみると、まあ、ここに書いてあるなんか、思想とか感情を創作的に表現したもの。で、まあ、いろいろ何とかがんとかの、まあ、学術とかの範囲に属するものって言うって書いてあるんですけど、まあ、表現したもの、表現物であるっていうのが、大事なんですね、実は。で、まあ、ある判例があって、それによると、アイデアとか、事実とか、事件とか、その表現自体じゃないもの、表現じゃないものとか、まあ、まあ、表現される前のものですね、多分、その感情とかっていうのは。そういうのっていうのは、著作権法が保護しないものだっていうふうに言っています。で、だから、論文の例えばデータじゃなくて、そのグラフとかですね。グラフとかっていうのは元々のデータがあって、で、そのデータをもうほぼ、
内容同じものを表現しているもの。で、それはもうそのデータをなんかこう表現するときはもう大体その似通ってしまう。例えばその、この数値が上がって、この数値はそのままみたいなデータっていうのは、まあ、例えばそのプロットを三角にしても、丸にしても、結局その同じようなものになってしまう。それはその内容が同じっていうか、データが同じだからですね。だから、まあそういうものは創作性がないので、著作権法では保護しないっていうふうな、判例が出て、まあただ文章とか、その論述の構成とかって書いてありますけど、その、本文の文章の流れとかはさすがに個性が出るから、そこは著作物であるんじゃないかみたいな話もあって、まあ、この判例的には、文章とか全文、その論文の全文にはあるかもしれないけれども、図表にはないっていうふうに、まあ、言ってるっていうふうな判例があります。ただなんですけど、一般的なジャーナル、例えばその、まあ、ジャックとかアンケマンティとか、ブルケムソックジャパンとかケムレッツとか、まあ、そういう一般的なジャーナルでは、書くときにコピーライトトランスファーアグリメントっていう、まあ、その著作権を、オーサーから会社に移しますよっていう、契約書が交わされるんですよ。まあ、で、しかも、その図表っていうのを再利用するときは、基本的には許可が必要で、つまりそれっていうのは、その権利を出版社が持ってるっていうふうな、まあ、その実質、そういう感じのことになっていて、で、まあ、しかもそれはなんかその、日本の判例的には、図表の著作権はないはずなのに、ブルケムとかケムレットとかも一応 CTA は交わされるということで、まあ、多分その業界的には著作権があるものとして扱われてるっぽいなっていうのを、まあ一方で思っています。なので、で、まあしかもその、今のその著作権の判例の話っていうのは日本の話なんですけど、もう海外の著作権がどうなってるかっていうのはもういよいよ、もう全然よくわからんっていうふうな感じなので、まあ、ここがさっき言ったそのグレーゾーンってやつで、まあ僕はその安全をとってあるものとして捉えてるんですけど、まあこういう判例もあるんで、まあもしかしたらないかもしれないとか、まあそういうふうな感じになります。ちょっと、早速、曖昧な感じで申し訳ないですけど、まあ、今後は、著作権あるものとして、じゃあ、著作権あるものとするんだけど、じゃあ、誰に聞けばいいのかと、どうやって使っていいのかとか、許可取るとか、どうやって、誰が聞けばいいのかって話なんですけど、まあ、これは権利者に聞くのが一番良くて、で、権利者っていうのは大体出版社になります。で、まあ、出版社にいちいち聞くのっていうのは、まあ、当然、出版社としてもだるいので、まあ大体その権利関係がどうなってるかっていうのは、出版社のウェブサイトに書いてあります。それはまあコピーライトとか、パーミッションとかライセンスとか、そういうなんかこう、それっぽい単語が書いてあるページがあって、そこに行って、まあ読むと、こういう風な時は、許諾を取ってくださいとか、なんかそういう、なんか、ざっくりしたガイドラインが書いてあって、もしそれ読んで分からなかったら、まあ、その、窓口が、まあ、そのコピーライト関連の窓口っていうのがあって、それの、ウェブフォームとか、まあ、メールアドレスとか、そういうのがあるので、それを問い合わせれば、大体対応してくれます。まあ、ただ、日本語は、基本的にはどこもダメで、大体英語で書かなきゃいけないんですけど、まあ、問い合わせれば、ちゃんと対応してくれるところが多かったです。で、まあ、じゃあ、大体どういう感じなのか、なんかいろんな会社あるけど、大体どんな感じなのかっていうのが、まあ、結構出版社にもよるんですけど、まあ、大体図表とか文章そのもの、例えばグラフとか、あとは文章の、もう実際のその文章そのものですね、取ってくるっていう。それは、大体許諾が必要になります。無断でやったらダメですね。で、内容の言及、例えばこの論文でこういうことをやってましたとか、言及する。まあ、あと軽く、まあ、短く紹介する。この論文では、まあ、こうだって、ざっくりこういう感じの結果を得られましたよ、みたいな感じの言うのは、土台にもよるんですけど、まあ、基本的には許諾は不要。なので、まあ、一番厳しいのは、図表とか、そのグラフを使うっていうのがすごく厳しくて、まあ、それ以外の内容とかは結構緩いっていうふうな印象を持っています。で、まあ、もう一つその、著者ならどうかって話があって、これはさっき話したCTA、コピーライトトランスファーアグリメントにもよるんですけど、まあ大体の出版社では、まあ著者なら許諾が必要ないとか、まあ結構その自由に再利用していいとか、結構そこら辺は自由なところもあるので、まあそこはまあオーサーなら多分そのコピーライトトランスファーアグリメントの書類書く、なんかサイン取ったりすると思うので、まあそれ見たらわかるようになると思います。で、あと SI なんですけど、この SI がすごい微妙で、なんかその SI は無料で、公開されてるんですけど、その有料の論文でも。だからといって勝手に使っていいかっていうと結構微妙で、まあ、多くの出版社は著者が、SI の権利を持ってるってことになってて、その場合は使うときは著者に許諾を取らなきゃいけない。そのコレスポの先生とかに許諾を取らなきゃいけないし、そうですね。まあ、これも結構出版社によって、例えばワイリーのアドマテとかの SI を見ると、SI に、ワイリーのコピーライトのマークがついてて、ワイリーは、
SI の権利は YD が持ってるのかみたいな感じで結構そこは出版社によるので、まあこれはちょっと、SI のやつ使いたいなってなった時はちょっと注意して、問い合わせたりとかした方がいいかもしれないっていうふうな感じです。で、まああと許諾必要なやつ、まあその図表とか文章が必要だった話だと思うんですけど、その許諾取った時に、じゃあ、無料で OK だよってなるのか、それともじゃあお金、かかるよってなるのかっていうのは、まあ出版社によるんですけど、まあ結構有料なところが多いかなっていうふうに思います。で、まあ許諾の取り方なんですけど、まあ毎回その許諾申請をメールで、英語で打ってっていうのは結構面倒だっていうのはみんな思うと思うんですけど、これはまあ、そういう、その許諾申請用のサービスがあって、このライツリンクってやつを使えば、結構簡単にできるっていうことが、あります。で、このライツリンクっていうのは、コピーライトクリアランスセンターってところがやってる、なんかその許諾とか申請するプラットフォームを提供するサービスで、まあ、よく論文のページになんか、Rights&Permissions とか、リクエストパーミッションズとか、コピーライトなんちゃかんちゃみたいな、なんかそういう著作権っぽいリンクがよくあると思うんですけど、まあ、そこを押すと、まあ、大体ライツリンクに飛ばされて、そこで許諾申請するっていう風な感じになります。まあ、ちょっとまだ僕は使ったことないんですけど、まあ、一回使ってみたいなという風に思います。で、まあ、これ注意点なんですけど、そのライツリンクで、許諾申請するときに、商用か商用じゃないか、コマーシャルかノンコマーシャルかってのが聞かれるんですけど、これは結構なんかこれも出版社によるというか判定が曖昧らしくて、例えばさっきの高藤さんの100万円の例だと、高藤さんは非営利でやられてるんですけど、でも生放送するところは、広告が出る営利サービスで、その場合はどうなんだって話で、高藤さんの場合は、その場合は商用、コマーシャルですよっていう話になって、で、まあ、100万円っていう、判定額だったっていう感じなので、まあ、YouTube がどうかってのはちょっとわからないんですけど、まあ、僕は一応、営利っていうふうに考えて、さっきのグレーな話ですけど、そのグレーで、まあ、YouTube、まあ、商用か、非商用かわかんないけど、まあ、商用としてやろうみたいな感じでやってます。はい。まあ、そういう感じで、まあ、次、クリエイティブコモンズの話なんですけど、まあ、許諾申請、メールで出すのめんどくさいから、ライツリンクでできますよって、あ、楽だな、みたいな。でも、ま、どうせお金かかるんでしょうと。で、まあ、お金、いちいち払ってたら、もうお金足りなくなっちゃうので、まあ、お金払いたくないなっていうふうにはみんな思うと思うんですけど、まあ、お金払いたくないなって思ったときに、許諾が必要ない論文っていうのが実はあって、これを有効活用すれば、許諾を得ずに、図表とかを使えるっていうのがあります。その許諾を得なくていいっていうので使うのが、あとクリエイティブコモンズっていう風なやつがあって、まあ、これをちゃんと理解していれば、そこら辺は安全に再利用できます。で、クリエイティブコモンズって何なのかって話なんですけど、クリエイティブコモンズは、なんか再利用とか、そのコンテンツの再利用の時のライセンスを、もうみんなそれぞれのライセンスこう決めちゃって、それでやってると、もういちいちそれ読んで、まあ、それぞれの、なんかこう、事案があって、それぞれなんかこう、まあ、これのやつはこうね、これのやつはこうねってなってると、もうなんか本当に時間が足りなくなるし、もうめんどくさいって話があって、まあ、だからもう、このライセンス A、ライセンス B、ライセンス C っていうのをもうなんかこう決めて、プリセットのやつを。それをもうみんなそれをなんか貼り付ければ、そのライセンスですよっていうことにしましょうよ、みたいな。まあ、そういう感じのなんかこう、再利用の時のライセンスをいくつか定めて、で、それを普及している非営利団体で、で、まあ、このクリエイティブコモンズが出してるライセンスっていうのは、まあ、いくつか、まあ、結構、なんかまあ、何個ぐらいだったかな、結構、種類があるんですけど、まあ、このクリエイティブコモンズのライセンスっていうのが、ついた論文っていうのがありまして、まあ、その論文は、そのライセンスの範囲内だったら、許諾なしで使用できるっていうので、まあ、結構有効活用すればいいと思います。で、まあ、クリエイティブコモンズの、表記、で、ライセンスっていくつかあるんですけど、その論文で使われるライセンスっていうのは結構限られてて、それは3種類あります。上から CC by、CC by NC、で CC by NC の ND。このまあ大体3種類になります。まあ、上から説明していくと、CC by っていうのは一番自由度が高くて、まあ使い勝手がいいというか、かなり気兼ねなく使えるようなライセンスになっていて、できることっていうのは、資料を複製したり、再配布したり、できますと。共有できますと。で、あと本案、改変したりとか、リミックスしたりとか、他の作品のベースにしたりとか、まあ、結構できますよと。で、それは、営利目的、お金目的でも、どんな目的でも OK ですよと。まあ、そういう感じのが CC by。ただ、やんなきゃいけないのは、表示。まあ、これ by のところなんですけど、適切なクレジットを出さなきゃいけない。つまり、ここの部分は、例えばこの図表は、誰々さんのどの論文のものから取ってきましたよと。まあ、例えば、あと変更があったら何々さんのところが取ってきて、あと改変を加えましたよ、みたいな。まあ、そういう感じの表示をしなきゃいけないっていうのが CC by ですね。で、ケミストリーレンズでこのチャンネルでがっつり紹介するのは基本的に CC by の論文を選んでやってるので、まあ、
後でクレジット表示仕方も言うんですけど、まあ、その限りでは大丈夫だっていうふうに僕は考えています。で、まあ、全部 CC by かってそういうわけじゃなくて、まあ、結構多いのが CC by NC っていうのが多いなっていうふうに思います。で、これできることは、まあ、さっきと似てるんですけど、共有、まあ、資料を複製したりとか、あと再配布できますよと。あとは本案。本案は、まあ、改変したりとか、まあ、その素材を改変したりとか、他の作品のベースにしたりとかできる。まあ、さっきと同じなんですけど、まあ、で、あとさっきの表示、オルバイのとこですね。適切なクレジットを表示して、あと変更があったら、その旨を示すっていうのもあるんですけど、あともう一個あって、非営利じゃなきゃいけないと。で、これは、営利目的で利用しちゃいけません。でも、非営利なら OK、みたいな話なんですけど、まあ、例えば学会とかで多分やるんだったら、この CC by NC のやつを使うのはセーフだと、まあ、僕は思います。で、ただ、このさっきもその営利目的かどうか微妙だった話だと思うんですけど、YouTube で話すの営利かどうかっていうのはちょっと微妙なラインだなっていうふうに思ってるので、ケミストリー免税では CC by NC の論文は、一応できるだけ使わないように、というか、ま、使わないようにしています。はい。で、最後に、三つ目が CC by NC ND のやつで、これはま、結構厳しめのライセンスになっています。で、これできることっていうのが、ま、共有、資料を複製したり、再配布できますってやつなんですけど、従うべきことがめっちゃ多くて、まあ、まず、そういう時はクレジットを表示して、ライセンスへのリンクを提供して、まあ、変更があったら、ちゃんと書いてねってのと。あと、非営利じゃなきゃダメで、営利目的はダメですよと。で、あともう一つは改変しちゃいけませんよと。改変された、元々のやつがあった時に、その改変された資料を使ったらダメですよっていうのがあって、これが CC by NC ND。で、これはなんか改変ってのがどっからどこまでかっていうのはちょっと正直わからないんですけど、まあ、例えばその、論文の PDF の中から図だけ持ってくるっていうのが改変ですよって言われたらもう何もできないなって思ってるので、まあ、これはちょっと僕は、あんまりできるだけ使わないようにしようかなっていうか、まあ、学会でも使えるのかな、ちょっとわかんねえな、みたいな感じの、に思ってます。まあ、これこそ本当にその出版社とかに聞いた方がいいかな、いいラインかなっていうふうには思ってます。まあ、そういう感じで、まあ、クリエイティブコモンズ3つあるんですけど、まあ、CC by が緩くて、引用ちゃんとすれば、どんな目的でも使えるんで、まあ、CC by がおすすめで、まあ、下の2つ、まあ、真ん中のやつは学会だと使えるかもしれないし、まあ、一番下のやつはま、厳しいかなっていうふうに個人的には思ってるって、まあ、そういう感じの、感じになってます。で、まあ、クリエイティブコモンズ、そうですね。まあ、オープンアクセスっていうのが、ってのがあって、まあ、多分これ見てる人は全員知ってると思うんですけど、その、ただで読める雑誌ですね。オープンアクセスっていうのがあるんですけど、まあ、オープンアクセスになってる論文のほとんどは、クリエイティブコモンズのライセンスがついてると思います。まあ、ついてないやつも当然あるんですけど、まあ、ほとんどついてます。なんですけど、まあ、そのジャーナルによって、その、どのライセンスか、例えばその CC by なのか CC by NC なのかどれなのかってのは結構まちまちなところがあって、まあジャーナル内でもそのまちまちだったりして、まあちょっと軽く傾向を話そうかなっていうふうに思っていて、まあ例えばネイチャーコミュニケーションズとかコミュニケーションズケミストリーとかサイレプとか、まあネイチャー系のオープンアクセス誌っていうのはだいたい CC by ですね。で、まあ、古いやつだと、たまに CC by ついてないやつあるんですけど、まあ、最近のやつはもうほとんど CC by だと思います。なので、ここら辺の雑誌のやつは、こう画像とかを貼って、で、あと、クレジットさえ表示されれば、もう結構自由に使えるよっていう風な話になります。で、あと、サイエンス系のサイエンスアドバンシーズっていうところなんですけど、それはCC by NC、だいたい CC by NC で、まあ、一部 CC by のやつもあるんですけど、まあ、結構科学系以外のなんか地震関連とかなんか気象とか、そういうのが多くて、まあ、多分学会とかだと使えるけど、まあ、その YouTube とかで使うのはちょっと微妙かな、みたいな感じになってます。で、まあ、ACS の JAX、ACS ケースね。まあ、JAX なんですけど、まあ、大体そのイシューにつき2、3個ぐらいオープンアクセス誌があって、まあ、その中でまあ 40%、まあ、半分ぐらいかな、半分ぐらいの確率で CC by があるかなって感じで、まあ、その月によって、週によってばらつきがあるんですけど、まあ、そうですね。まあ、週1方あるかなぐらいな。で、まあ、その、ダウンロードするやつでも、まあ、たまに、あ、クリエイティブコモンズのやつあるな、みたいな。CC by のやつあるな、みたいな感じですね。で、ACS は、なんかその ACS オーサーチョイスとか、なんかエディターチョイスとか、そういうなんかこう、独自の、ライセンスがあるんですけど、まあ、多分その、なんか読む感じだと CC by NC 相当のやつなんですけど、まあ、そういうのも一応あって、まあ、それだと多分学会でも使えるかなっていうふうには思います。で、あと、そのオープンアクセス誌だと、その ACS セントラルサイエンスっていう雑誌があるんですけど、なんか、その雑誌は逆に CC by はめっちゃ少なくて、だいたいその ACS オーサーチョイスっていう、まあ CC by NC 相当のやつで、まあ本当にたまに CC by あるみたいな。むしろ、
むしろなんか CC by はジャックスの方が多いかなっていう風な印象を持ってて、だからその YouTube やるんだったら、まあ、ジャックスの方が、取り上げやすいっていうか、まあ、そう取り上げられる論文の数は多いかなっていう風には思います。で、YDK ですね。YDK もまあ、そのアンゲバンテとかイケメロジェとかもまあ、ジャックスと大体同じぐらいの感じでオープンアクセスのやつがあって、まあ、同じぐらいの確率で CC by があるかなっていう風な印象です。で、YDK だったのアドバンストサイエンスっていうオープンアクセスの雑誌がまた別であるんですけど、まあ、それはなんかまあ、半分ぐらいが、CC by かなっていう風に思います。ただまあ、そのアドバンストサイエンスはそんな科学系が多いっていう感じでもないので、まあ、そこはまあ、たまに使えるのがあるみたいな感じだと思います。で、まあ、RSC ですね。RSC は、まあ、そうですね。ケムサイ、そう、RSC すごいのが、その、主力誌、一番インパクト方が高いような雑誌で、かつオープンアクセス。で、しかも、その、ライセンスは、確か CC by と CC by NC だけだったと思うんですけど、まあ、そういう感じで結構緩いライセンスが多いっていうので、個人的にはすごいありがたい雑誌だなっていうふうに思ってます。で、まあ、大体半分ぐらいが CC by かなっていうふうに思っていて、結構、追って論文バーッと見て気になるなっていうのを開いても、あ、これ CC by だから取り上げようかなっていうのは結構あるなっていうふうな印象を持ってます。ただ、なんか、その、最初からケムサイがオープンアクセスだったかってそういうわけじゃなくて、昔のはなんかオープンアクセスじゃない場合もあるので、それはちょっと注意してください。で、あと、ケムコムはまあ、たまに、オープンアクセスの雑誌が、論文があるかなぐらいな感じで、まあ、その中でもまあ半分ぐらい CC by かなっていう風な感じなので、まあこれもまあたまにあるかなぐらいな感じです。で、あとまあこれちょっと気になる人たまにいると思うんですけど、ケムアーカイブってその論文のなんかその草稿マニスクリプトを上げるそのプリントっていうなサービスがあって、まあそのアーカイブはどうなんだって話なんですけど、ケムアーカイブはもうほとんどが CC by MC ND っていう一番厳しいやつ。なので、まあ、このケムアーカイブのやつを、YouTube とか、あと学会で使うのは、ちょっと微妙かもなっていうふうに個人的には思ってます。だから、ただで見れるから OK って話は全然ないっていうのは、まあ、ケムアーカイブとかは特にそうっていう話ですね。はい、そういう感じで。で、まあ、あと、その最後に、じゃあ、なんていうんですか、クリエイティブコモンズで使えるやつっていうのが、これとこれ、まあ、これとこれで、まあ、で、じゃあ使おうってなった時に、じゃあクレジットどうするんだって話があって、まあ、一般的な、方法を取れば大丈夫っていうような話は、あるんですけど、まあ、例えば学会とかだと多分その場に、その画像のそばに、そのまま引用パッと貼るっていうのでもいいと思うんですけど、まあ、ケミストリーレンズでは一応、一般的なレビューの論文のクレジット表記を参考にしていて、画像のそばに reproduced from reference なんちゃかんちゃみたいな感じで書いて、で、まあ、もしその許諾を得たり、Creative Commons のやつを使うときは reproduced from なんちゃかんちゃだけ書いて、で、もしその、まあ、例えばお金を払うか無料かわかんないですけど、許諾を得て書いたときは reproduced from なんちゃかんちゃら with permission from 例えば ACS とか RSC とか、まあ、そういうのを足すと。で、あと改変したときは reproduced and modified fromレファレンスなんちゃらかんちゃらみたいな感じで書くとか。で、まあこれ、レファレンスなんちゃらかんちゃらって書いただけだと、どっからやったのかわかんないので、まあまずレファレンスの一覧を出して、まあそこでわかるようにするっていう。まあ、うちではそういう風な感じで、やっています。はい。まあそういう感じで、まあまとめは、まあざっくりと、まあ、そうですね。まあまとめはざっくりと、まあそうですね。ちょっと、こう、著作権ってのはこうなんですよ。ビシーみたいな感じで言えないんですけど、まあ、よくわからんっていうふうな話で、まあ、ただ一番安全なのは、権利者のサイト、出版社のサイトに、を見て、聞くっていうのはいいですよと。あと、図表と文章を使うときは、まあ、許諾申請が、まあ、大体必要で、まあ、その申請っていうのは、ライスリンクっていうのを使うと便利だと。で、まあ、その時、まあ、エリか非エリかっていうのはちょっと気にしなきゃいけないよって話とか、まあ、あと、まあ、そういうのが面倒くさいので、まあ、クリエイティブコモンズを使えば、その図はなんかその無断使用じゃないのかって言われたら、いや、これはクリエイティブコモンズの、例えばクリエイティブコモンズアトリビューション、CC by のライセンスのものを使ってるので、これはちゃんと引用してるから大丈夫です、みたいな感じで、ちゃんと答えられるっていうのが、まあ、安心感が出る要素かなっていうふうに思います。で、まあ、そのクリエイティブコモンズいろいろある中で、まあ、一番安全というか、一番緩いのが CC by の論文なので、まあ、これはぜひ使っていこうっていうふうな話になります。で、あとはまあ、適切なクレジットを入れる。っていうのは大事だよっていうふうなことですね。まあ、はい、以上で、ちょっとなんかすごく、長くなったのと、
あと、やっぱ複雑に聞こえたかもしれないですけど、一回やっちゃえば結構楽で、まあ、その論文がライセンス何なのかっていうのは、まあ、慣れれば結構すぐ、探して分かるようになるので、まあ、ぜひ、まあ、例えば学会のイントロとかに使うときに、まあ、ちょっと気にしてみるだとか、まあ、あとこうやってそのケミストリーウェンズデーみたいに、論文紹介をやりましょうってときは、まあ、こういうのを気にしてみるとか、まあ、してみると、まあ、いや、これ論文の権利どうなのみたいな話になったときに、まあ、ちょっと安心して活動ができるかなっていうふうに思うので、まあ、ぜひ、この動画を参考にして、なんていうんですか。まあ、インターネット学術ライフを。まあ、インターネットで、楽しい学術ライフを過ごしてほしいなっていうふうに思います。はい。じゃあ、そんな感じで今日はありがとうございました。